さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。ながらでラジオ、ながらじのお時間です。このラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードをいただいたり、フリーな質問をいただきながら音声のみだからこそできるお話をしていこうと思います。ながらでラジオなのでぜひながらで聞いてください。録画でお送りしていますが、基本は編集なしの生放送感覚でお届けしています。最後に次回のトークテーマを発表しますので、ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです。はい、ということで、本日7月17日ですね。今ただいま12時25分お昼です。ずーっと長らじをしてなくて、でしかも前回の長らじの概要欄に次回のトークテーマっていうところ私直してなくて、トークテーマの内容をね、皆さんちゃんと把握していただけたか、まあ、最後までしっかり聞いていただいている方はコメントいただいてありがとうございました。でやっぱこうバタバタでしてね、なかなかながらじを撮るタイミングがないというか、なんか今回はでもなんか別に変なこだわりではないんだけど、7月12日で私車椅子になって丸4年経って、まあ、この7月はその4年記念日ウィークというか、なんかそういうのにしてたので、動画のこの羅列というか表示的にちょっとながらじ入れたくないなっていうのもあったので、ちょっとお休みをしていました。まあ忙しいもあったけど、はい。で今こうお話ししている中で、皆さんこれマイク入ってるかわからないんですが、こう水の音、こうポチャポチャポチャというかパチャパチャパチャというか入ってますでしょうか。今日はですね、初めて私のそのタムギマタのねお家でながらじを収録していて、もう窓を開けてエアコンもかけてない状態なんですけど、全然過ごしやすくて、で外には池がね、大きい池が2つあって、池から池にこう水が流れる音が今聞こえています。いいですね、やっぱりもうこういう環境、この車の音もしないし、なんだろう、なんかこう工事の音もしないし、本当に今ここにいる空間の中って水の音とか鳥の鳴き声とか、あとは風の音というかね、こう葉っぱが擦れる音であったり、まあ今はセミさんがすごい鳴いてますね。なんかそういう音の中でこう仕事をしたり、こういうながらじを撮ったりっていうのが私はやっぱり好きだなと改めて思いました。はい、7月もすごく忙しくさせていただいてまして、とりあえず19にまた福岡に行って、でその後22、23で名古屋に行くんですよ。で名古屋に行って戻ってきて、30、31かで今度神戸に行ってで8月頭に戻ってきて、まあ、お盆はずっと山形にいたいなと、ちょっとゆっくりしたいなと思ってます。まあなんやかんやあるんだけどね。ねえ、大変だけど、でも皆さんどうですか？夏バテしてないですか？私は意外と水分取らないけど、夏バテっていうのがあんまりなくて、夏バテ、バテはないか、まあ暑くて食欲ないが夏バテに入るのであれば、まあ夜はそうめんだけでいいかとか、やっぱ麺がね多くなりますね。なんかこういろいろもう動画がたまりすぎてて、なんか最新動画、カメラを最近回すってことがあんまりなくて、もう溜まってるのも出すっていう作業がずっと続いてるんですけど、なんか夏は夏でもっと一個ね、前回静岡の静波でパラサーフィンフェスタっていうのがあって、まあ動画出すんですけど、パラサーフィンをやって、もう本当になんか夏を感じたんですよね。でももっと地元のこっちの山形の庄内浜の方でも海綺麗なんですよ。だからやりたいなって思ってます。なんか私今日あれだね、他人行儀みたいな他人行儀みたいな喋り方してるね。久々だからかな、なんかそんな感じで思いました。
皆さんながらじ楽しく聞いていただけてるのでしょうか。なんか最近ちょっと思ったのが、やっぱりちょっと動画撮るとき、テンションが落ち着いてて、やっぱ YouTube ってなんかこう楽しい、笑えるっていう方がみんな見るんかな、見るかなっていうか、見る見ないんじゃないな、見てて面白いなとか笑えるなっていう方が見てて気持ちいいのかなみたいな。あんまり私さ、勉強系っていうか、真面目系でテンションイエーイみたいな感じじゃないからさ、こう見てる人からさ見たら、こう楽しいな、ちょっと気分転換したいなっていう時じゃないとなかなか見れないなのかなって思いました。そう、まあ、だから今回友達と初めて3人でお酒を飲んで飲みながら自己当時の話をしましたけど、どう普段のさ、私の YouTube の感じと違う？でさ、もう一本あるんよ。なんかもうトーク全部終わって、なんかホームビデオ感というか、そう、もう本当にもうバチバチに酔っ払ってる。まあそんなになんかみんなが思ってるほど酔っ払ってるわけではないけど、でも本当にもうお酒を飲み始めて5時間くらい経った時のテンションのやつをこう友達が回しててくれて、まあなんていうの、未公開映像みたいに出す、それだけ出すのもありなんかなとか思いながら、そんなん見て面白いんかなみたいな。お酒、まあでもお酒をこう入りながら喋ってる、撮影するっていうのもないし、友達と一緒に撮影するっていうのもないから、なんか本当に普段の私のテンション、まあ作ってはないけどね、 YouTube 作ってはないけど、やっぱ友達といる時のテンションをなんかこう知ってもらうっていうのもありなんかなって思いました。だからその未公開映像みたいな、そんなに長くはないんだけど、なんか5分くらいあるかな、かな、もし見たいという方はぜひコメント書いていただいて、見たいが多いなって、自分なりに多いなって思ったら公開しようと思います。なので、おうちゃんの酔っ払ってウェイっていうなってる、ウェイウェイっていうなんかのを見ていただけたら、見たい人はよろしくお願いします。はい、ということでね、空いてしまいまして、皆さんからコメントいただいた前回のワード、前回募集したワードは、その皆さんの地域、住んでる地域のなんかおすすめとかいいところとかを教えてくださいねっていう風にお話ししました。で、大体もうコメント書いてくれる人のさ、住んでるところ大体私把握して把握してきてるからさ、でも改めて、あ、この人はここに住んでるんだなっていうのがあるから、やっぱ行きたいなって思いました。で、コウジさん、いつも本当にありがとね。YouTube、 前回のこと YouTube どうかなみたいな、これでいいんかなって話してたけど、今のスタンスでもいいよって、変に背伸びしなくて、まこちゃんじゃないと知れないことがたくさんあるから今のままでいいかなって。そうなのよ、やっぱそのかゆいところに手が届くような発信をしてるのが私だけって言ったら、これはなんかすごい、なんかあれやな、なんか変なイメージになっちゃうかもしれないけど、でも本当になんかやっぱ排泄系とか、やっぱこの障害、なんて言うんだろう、自分の、まあ、切断もそうだけど、切断系とか出すと、やっぱバズるんだよね。性とか、下とか。でも、そこだけじゃなくて、じゃあそれを実際本人たち、当事者の人たちは、どう自分で処理したらいいのかとか、何だったら、うんち漏れなくなるのかとか、なんかそこを、知りたいけど、バズらせるためにはそこを言う必要ってないから、なんかそういう考え方で発信しちゃうと、私は当事者のためにとか意識してる部分があるから、なんかそこを発信してくれる人がもうちょっと増えてくれたら個人的にはいいかなって思います。で、コウジさんは神奈川なんだけど、相模湖のプレジャーフォレストかなっていうんだっけ、これね、知ってるの、友達が行ったし、テレビでもたまに出てくるけど、本当にアスレチックね、木にさ、木っていうか空中にこう木の板があったりとか、なんか綱渡りしたりとか、すごいアスレチックのところがあって、まあでもやっぱ本当そういうのってね、立てないと歩けないといけないからさ、まあ、行きたいなって思っても
いけないから、マジで筋肉マッチョな人からおんぶしてもらいながらやれたらいいななんて思いました。はい、わさびさん、この前ね、わさびさんのこと読めなくてごめんなさい。そうで、わさびさんは座間市、座間市ってさ、埼玉県だっけ、座間市、座間、今検索してる、座間市、あれ座間市も神奈川か。だから座間市って入れるとさ、スペースでさ予測変換で事件とか殺人とか出てくるんだけど、座間市9人殺害事件、なんか聞いた時ある、あの女の子、あれか、なんかボックスに入れてたりしたやつね。ボックスっていうか、なんていうっけ、保冷バッグみたいなさ、あれに死体を入れて冷凍してたり。ああ、座間市ね、久々に思い出した。座間市ね、多いですね、神奈川。はい、岩見の国さんは、そう、これからの時期汗だく、やばいですね。そう、僕の周りに人がいないときはマスク外してます。そう、皆さん外ではマスク外しましょうね。また感染がね増えてきて、ね、軽損積損、まあその疾患がある人たちにとっては怖いなって思うけど、でもそれでもやっぱマスクさ、暑いよ本当。でもあのマスクの種類で、あの不織布でも少しなんていうの、夏用みたいな不織布だと若干やっぱり息苦しさは軽減されるのかなって思いました。すんごい分厚い不織布だとさ、やっぱ苦しくて、だから皆さんそこはねしっかり大事にしていこうとしていってほしいなと思います。そうで、いろいろ悩まれてるようですが、今のままのまこさんでいいと思いますよって。ついついあそこはもう少しこうした方が良かったとかいろいろ思うところありますが、それを含めてまこさんなのでそのままでいいと思いますよって。なんかこうご意見というかね、なんかここの伝え方こうだったらもっと分かりやすかったですよとか言ってくれたら、ぜひ教えてください。で、島根といえば出雲大社ですね。あと足どこなんだっけ、これなんて言うんだっけ、足どこでいいんだっけって言われると思います。そうだよね、出雲大社行ってきました。浜田市にある室屋の棚田、実は僕出身が室屋でいいのかな、の棚田でお米を作って、そうなんだ、棚田百選にも選ばれており、特徴として棚田から日本海を望むことができたり、石垣で組まれているところは少ないので特徴です。そう、作る方はね、大型機械が入れないところもあり、なかなかいろいろ大変ですが、太目を凝らすと身が見えると疲れが取れます。集落の人もいい人が多く、隣近所で野菜を分け合ったり、困った時はお互いを助け合ったり、ただ山の形に沿って田んぼが形成されているので、私たちのように車椅子の人は観光しづらい、住みにくいのが悩みです。いつか車椅子の人でも楽しめるようにしていきたいところです。そうなんだよね、やっぱ私の地域もさ、山に囲まれて谷でバリアフリーとかっていうのはすごい難しいんだけど、でもそこを正直ね、直すことっていうのが本当にいいことなのかがわからない。私はやっぱり今のこのたぬき股とかかやぶき屋根のところってすごく景色とか作りとか大切だから、それを車椅子が通れるように木を切ってとか壁を切って道路をなんちゃらしてとかっていうのが本当にいいことなのかがちょっと、私は正直その守りたい、昔ながらの形を守りたいって思ってる側としてはちょっとジレンマがあるんだよね。だからそこは物理的なものじゃなくて人助けでもうできるところがあるんじゃないかなって個人的には思います。だからその棚田ね、綺麗なところがたくさん、その棚田百選でもあるけど、多分島根のところもただテレビで見た時あるかな、なんかそういうところもなんか誰かがいればとか、ね、景観を壊さずにこういう風にすれば見れるよっていう風な作りがあったらいいなって思いますね。島根ね、牡蠣食べに行きたいな、島根。はい、
中島さん、まこさんの動画だったら毎回見ますよ。何でもやってください。いつもコメントありがとうございます。ミネラルウォーターバラン、ミネラルバランスウォーターさん、ごめんミネラルバランスウォーターさんね、いつもありがとうございます。ちょっと内容がね違うんだけど、 YouTube ラジ、 YouTube のチャンネルで病気障害ラジオカッコ仮っていうのを視聴しましたと。そのチャンネルの MC が石塚誠さんで、毎週キングオブのディレクターをしている方なんです。でそのつながりでカジサックさんとつながると思い興奮しました。で本当にミネラルバランスウォーターさんはさ、カジサックさんとのコラボをめちゃくちゃ望んでくれてるけど、やっぱね難しいよね。私だって会いたいよ、会いたいし、西野さんとか好きだし、毎週キングオブいつも聞いてるしいいなって思います。でしかもその石塚誠さんね、たまたま今日だからラジオを長ラジするってなった時に、あ、そのコメントか、もともとその2週間前にねミネラルバランスウォーターさんがコメントをいただいた時に、あ、そういう方いるんだって、そういうラジオしてる方いるんだって思って、なんとなくチラッと見ただけだったんですけど、その7月頭にね静岡の静波のパラサーフィン行った時にカメラの写真を担当している人がこの石塚誠さんだったので、だからお知り合いになれて、すごいちょっと運命を感じました。だからまずこの障害、病気障害ラジオに一緒にコラボできないかなっていうのを、ちょっとこのラジオ撮り終わったらね聞いてみたいなって思います。ありがとうね。なおさんは、こんばんはと、暑い中体気をつけてくださいね。ラジオの最初の部分でまこさんの小話を聞くの楽しみです。ありがとう。あと最初に流れる音楽も落ち着いた感じで大好きです。ありがとうドライブの内容でまこさんの談笑を聞きたいと投稿しましたが、その他に長ラジの最初の部分にお友達との談笑を聞いてみたいです。なかなか友達とねいることがないんだけど、だからそれがあれよね、この前の12日に投稿したさやつ見てくれたか、見てくれたと思うんですけど、あんな感じがいいんだよねきっと。はい。でなおさんは鹿児島です。あ、食べ物が美味しいです。特に肉、黒牛黒豚。長崎に転勤した妹が鹿児島の肉美味しいというので肉を送ってくれてます。私黒牛はさあんまり分かんなかったんだけど、黒豚は前ね生配信で食べながら、もう最近全然やってないけど、ご当地のもの食べながら食べりますって言った時に黒豚のステーキを買って食べて美味しかった。脂がさ他の豚さんってくどいなって思うことあるけど、あ、やっぱ脂も美味しいんだなって思った。あとは芋焼酎ですね、有名です。特に、鹿児島は観光で成り立っている県なので食べ物が美味しいのかもしれませんと、ね、鹿児島の繁華街天文館で探すと外れはないんだってさ。福岡はほとんどないと思いますが有名な人が、確かに福岡の人ってさ有名な出身の人多いね。長渕剛さん、浜崎あゆみさんもそうだし、国生さゆりさんとか、そう、あとは桜島だって。桜島ね、噴火してる島、噴火がする島を見るってさあんまりやっぱないじゃん。まあいいことか悪いことかがわからないからあれだけど、まあ住んでる人は大変だけどさ、でもやっぱこう見るとしたら桜島をこう見るっていいなって思う。中学校の時に交流、私が住んでるその鶴岡市と鹿児島市って姉妹都市を組んでるのね。その西郷さんがその西南戦争の時に最後の方に山形の方に来てっていうのがいろいろゆかりがあって、だから慶天愛人っていうその西郷さんのゆかりの言葉みたいな、そういうのもあるんだけど、それで交流会が、中学校の交流会があって、私がこう鹿児島に行ったんですよ。なので鹿児島、桜島にも行って楽しかったですよ。また行きたい。はい、ステリマンさんは、はい、インドのコルカタ市ですね。コルカタ市は西ベンガル州の一番有名な都市です。現在、
あ、デリーね。デリーの市はインドの首都ですが、昔はコルカタ市でした。あ、そうなんだ。コルカタ市のお菓子は世界中で有名です。ヨーグルトが、有名なんだって。知ってる？コルカタ市のヨーグルト。なんか、インドで、ヨーグルトって、すごいイメージなかった。日本で食べれるのかな？コルカタ市のヨーグルト。あ、ラッシーか。ラッシー。乳製品さ、食べたいんだけど、お腹ピーピーになっちゃうな。でも、ぜひ、食べたい、行ってみたいですね、インド。なんかみんな、インドに行くと、いろいろ変わるっていうから。ね。で、はい、ありがとう。で、ロードさんね。千葉。ロードさんは千葉で、千葉もさ、結構行くんだよね。なんか、何があるかな、手品の涙石とか、怖い、八幡の萩知らず、何それあ、そうか、東京とその辺を一望できる高い場所があるんだって。でも石段の段の一つが濡れてるようで不思議で怖い系の話があると。なるほど、ちょっと心霊系なのね。心霊系嫌いじゃないけどなんか嫌いじゃないけど、最近テレビでもやんなく、まあ、最近テレビでもやんなくなったし、なんか私は本当に信じてるというか、友達が見えたりする人もいるし、信じちゃう方だから、なんか今言って悪い例をつけたくないから怖い系はちょっと今置いとくわです。私は山形のこともっと知りたい。手を合わせた形のかやぶき屋根って、手を合わせた、あれは多分ね、白川郷だと思うね。三角形のことを言ってるんだと思うけど。だよね、多分そう。あれは白川郷特有の茅葺き屋根で、茅葺き屋根のうちも県、地区でいろんな形があって、それぞれ違うんだけど、たむき股の茅葺き屋根ほどこう、ドーンとしたさ、ちょっと強めな作りっていうのはないんだよね。なんかそういうのも、そうだよね。山形の話もね、やっぱどんどんしていこうと思います。はい。皆さんいつも本当コメントありがとうね。ということで、またながらじのキーワードを何するか考えない中でお話をしていました。次回がね、木曜日でね、20、これ明日出すでしょ、18、21ね、撮れない。まあ、20日に撮るかな。前日撮れるかも。21、名古屋に行く前なのでね。ねえ、またなんか話したいと思いますけど、どうしようね。もう、毎回ここでさ、ぐだぐだ喋るの嫌なのにさ、自分でさ、キーワード決めてないっていう、この、あれなんだけど。いや、マジで、ないな。でも、情報が欲しいよね。あ、じゃあ、わかった。皆さんが好きな YouTuber さんを教えてください。普段見る YouTuber さん。どういう YouTube 見てるか。まあ、実現するかどうかは置いといて、まこちゃんがコラボ、まあ、カジサックさんも言ってたけど、まこちゃんが彼、コラボしてほしい YouTuber さん。まあ、別に、障害あるなし関係なしね。いるのであれば、ぜひ皆さん、コメントください。まあ、私も会ってみたい人とかいるから。いや、それで行きましょう。はい。ということで、本日のながらじはここまでです。また、次回、お会いしましょうね。はい。それでは皆さん、バイバーイ。